モハメド・ムスタファー・ミニカスティーリョは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー出身のサッカー選手。オーストラリア代表。アポロン・ディマソール所属。ポジションは MF。オーストラリアのシドニーで、アフガニスタン人の父とニカラグア人の母との間に生まれる。2004年から、ブラックタウンシティ FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2009年から、 オーストラリア国立スポーツ研究所に所属した。2010年、セントラルコーストマリナーズ FC に2年契約で移籍した。10月20日、ブリスベンロアー FC 戦でプロデビューを果たした。2011年2月9日、ゴールドコーストユナイテッド FC 戦でプロ初ゴールを記録した。2011年7月4日、ドイツのボルシアドルトムントと4年契約を結んだが、 2012年5月までは、レンタル移籍という形で、セントラルコーストマリナーズ FC に残った。2015年6月12日、ドルトムントとの契約満了に伴いラナース FC に加入した。2016年6月、オーフス GF に4年契約で移籍した。オーストラリア代表として、ユースの各年代でプレーした。2017年、 2018FIFA ワールドカップアジア3次予選のメンバーに選出され、3月28日のアラブ、主張国連邦代表戦で後半42分から途中出場し、代表初出場を果たした。ありがとうございます。